どうも、なおちんです。さあ、今日からパルワールドやっていきます。よろしくお願いします。発売から1週間ほど経ってますので、序盤の方は飛び抜かして、ある程度進めてみようと思います。これ系のゲームあんまりやったことないので、できるかわからないけども、まあ、とりあえず行きましょう。意外といけます。意外といける。今ね、4、5時間ほどプレイしまして、レベルが16。レベル16。で、拠点がですね、レベル9になってます。で、チュートリアルがまだ済んでなくって、レイン密領団の塔のボスに挑もうっていうやつだけ、来てます。ああ、もう、この、ね、襲撃がめんどくさいんだよな。あそこから来てんのか。でね、この拠点を作るのも、ちょっとミスったんすよね。もうちょっとね、開けた広い場所の方が良かったんですけども、ちょっと拠点の場所をミスったなぁ。で、このパルも、なんか同じようなやつばっかりいるんすよね。もっといろんなやつ探したいんですけども、多分ね、別の場所に結構いるんでしょう。OK。もう、お前たち来なくていいよ。拠点をね、もうここまで来て壊されたりすると、だいぶ、ショックがでかいので、壊されたくない。ちょっと。ちょっと。あ、やばい。やばい、ちょっと武器破損した。やばい。みんな、みんな攻撃してくれ。ちょっと待って。オッケー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 。倒したね。もう。これ結構装備がすぐ破損するんすよね。まあ、とりあえずこのね、レイン密領団の塔のボス、そこに挑みたいと思います。ちなみに死んだ時に、何もドロップしないにしてます。まあ、ちょっと最初なんで。いきます。お、来い、おお危なっ。これ、待て。これ、ちょっ、あぶ、どこにいる？いや、無理じゃないこれ。ちょっと待って。これ、無理じゃね？いけ。これ、弓がないと無理だよ。とてもじゃないけど、勝てん。いや、ちょっときつい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 。嘘。あ、いや、いけるか、いけるか。今、はめた、はめた、はめた。いや、はめてない。回復薬とかこれ、あるよね、あるよね。でも、回復薬って俺持ってないんだな。あ、でも、もうちょっとで半分ぐらい減らせそう。うん。これそれなりに強いパル持ってくればいけるよ。うっそ。ボス再戦。クロスボウ持ってきました。クロスボウがあればいけるでしょう。いや、あ、いや、きついな。にしてはきついな。ちょっと待って。バカ。いや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 、きつい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 。クロスボウもうちょっとダメージあるかと思いきや、全然ダメージ低いわ。これあれ、なんだ、うまいことこうターゲティングできないもんなんかね。なんか、戦い方が、もうちょっとありそうな気はするんですけど。OK。いや、これ普通のクロスボウじゃなくって、あれか。毒矢みたいなのを持ってきた方がいいのか。炎の矢とかね。そういうのがあったな。多分、そういうの持ってこないとちょっと、きついか？オッケー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 。
まあ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 。回復しながら行けば大丈夫でしょ。でこの壁とかをうまいこと使えばいいってこと？ああそうだね。この壁とかをうまいこと使えば意外とダメージ防げる。オッケー。あ、ニャンバットやられた。やばい。ツーパーニャン行け。大丈夫、勝てる。よし、いけたー、勝ったー。よし、 OK。 ということで、今日から始めていきます。まあ、ぼちぼちやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。